モーゼル C96 はドイツ帝国で開発された自動拳銃である。C96 はモーゼル社の創業者であるモーゼル兄弟の手掛けた製品ではなかった。弟、パウル・モーゼルは大型拳銃を好まず社内での設計を禁止することさえ考えていたという。そんな中で同社の試験場監督だったフィデル・フェーデルレは兄弟のフリードリヒ、ヨゼフと共に秘密裏に 大型拳銃の設計を行った。当初、モーゼルはこの新型拳銃に難色を示していたものの、最終的には帝国軍が正式拳銃として採用することを期待して、モーゼルの名を冠することを認めた。フェーデルレ兄弟は1893年から非公式に設計を開始し、1894年夏頃には最初のパイロットモデルが完成した。以後は、 モーゼル社の公式プロジェクトとして設計が進められ、1895年3月15日には、死者の準備が整った。同年12月11日に、ドイツで、また1897年までに、ヨーロッパ各国やアメリカ合衆国などで特許を取得した。1896年末から C96 すなわち96年設計型として、生産が開始された。 その最大の特徴となっているトリガーの前にマガジンハウジングを持つスタイルは当時グリップがマガジンハウジングを兼ねる方式がすでにアメリカコルトファイアーアームズの特許だったためこのデザインは重心が前にあるために射撃競技銃のように正確な射撃が可能でありストックを併用すると代用カービンとして使用できたストリッパークリップを付けた状態 レッド9として知られる 9mm 後径モデル。使用する。30モーゼル弾は、ルガール a 8の原型となったボーチャードピストルで、ボーチャードが開発したボトルネックリムレスカートリッジとよく似ているが形状が異なり、互換性のないオリジナルのものである。この弾は、初速が高く、後径の割に高威力である反面、重心が加熱しやすいという特徴がある。 マガジンへの相談方法は当時のボルトアクションライフルに似ており、マガジンが空か最終段を打ち尽くし、コッキングピースが交退したホールドオープン状態から弾丸が10発まとめられたクリップをはい、鞘口に差し込み、弾丸の列だけを指でマガジンに押し込む。マガジンにはダブルカラム方式で収納される。収め終わったらクリップを抜き取るとボルトが前進して、 チャンバーに第1弾が送り込まれるようになっている。コッキングピースを交代位置でホールドするための独立したパーツはないため、最終弾を打ち出すまで弾丸の途中補給は困難である。片方の手でスライドを交代させて、スライドを手とハンマー上態で仮固定させておけば、クリップなしでも一発ずつの相談は可能である。セーフティレバーは、ハーフコック及びフルコックでかけられる。 前期型はセーフティを上に押し上げるとオフ、後期型は下に押し下げるとオフなのでこれで前期型と後期型の区別がつく。また、ボルトとファイアリングピンの長さは同じなので静かにハンマーを戻せば暴発しない。M1930 でセーフティレバーに改良が加えられ、ロック状態ではトリガーを引いてハンマーを落としてもファイアリングピンを打たないようになっている。このため、 M1896 と M1930 の二つのカテゴリーに対別することが多い。構造はすべて金属パーツとスプリングの組み合わせでできており、ネジはグリップを串刺し式に留める一本だけである。付属のクリーニングロッド一本で分解清掃可能となっている。距離を調整できる。 タンジェントサイトを装備しているモデルが多いが、これはストックを取り付けた時を前提としたサイトになって、いるのでストックを付けずに打つ場合は、標的が20メートル先の場合、20から30センチメートルぐらい下を狙う必要がある。C96 は1896年から1937年までの41年間にかけて製造された。 最終的な生産数は100万兆を超えると言われている。その他、中国やスペインなどではコピー生産も行われていた。正式に採用した国は中国など一部に止まったものの、例えばイギリスでは多くの商工がウェストリー・リチャーズ社を通じて C96 を購入した。青年商工時代のウィンストン・チャーチルもその一人である。 当時信頼性の低かった着脱断層式に比べて、モーゼル C96 の固定断層方式は信頼性が高く、また他の自動拳銃に比べて倍近い価格だったことや、その目を引くデザインからステータスシンボルともみなされていた。そのため、モーゼル C96 は20世紀前半に最も知られた自動拳銃の一つとなった。構造上、 大量生産には不向きとみなされたために、ドイツ帝国軍の正式拳銃には選ばれなかったものの、当時としては横断数だったこと、弾速の速い高速弾だったこと、ストックをつけた時の有効射程が200メートルを超えることなどから、自動式カービンに相当するポジションを担う実用的な銃として、世界数カ国でコピー製造され、スペインのアストラ社もコピー品を生産しており、 アストラ M900 として販売していた。ブルームハンドルのフルオートモデルを先に開発していたのはアストラ社であり、マーケットを確認したモーゼル社が追従する形となっていた。砲器の柄とあだなされた独特の形状をしたグリップは手のひらの小さなアジア人でも問題なく使用できる利点があり、日本や中国でも広く愛用された。中国では トンプソンサブマシンガンと弾薬を共用できる 45ACP 弾仕様のモデルが三成将軍罰の交渉で生産されている C96 を構える国民革命軍の兵士ら19世紀末の時点で中国では兵器の近代化には関心が払われていなかった当時中国を支配していた大清国は孤立主義的な外交政策を採用していたため 兵器産業の技術力は欧米と比べて遅れをとっていた。しかし日清戦争での敗北や軍閥時代の幕開けを経て、早急な軍備の近代化が求められるようになる。こうして欧米から購入した設備と技術を用いて、国内の兵行省の整備を進め、様々な重機の輸入とコピー生産が始まった。1916年時点で中国には大小を合わせて、 わずか29カ所の平行賞しか存在しなかったが、1920年代初頭には、四川賞のみで134カ所を数えるほどに増加していたという。こうした情勢の最中、中国に溢れ返った雑多な拳銃の中でも、C96 は特に人気のある製品の一つだった。1919年から実施されていた国際的な、 対中武器金融の対象に含まれず合法的に購入することが可能だったためである。1916年から1936年にかけておよそ30万兆の C96 がドイツから中国へと輸出された。ここには第一次世界大戦時の在庫も含まれていたが大部分は新規に製造された。1927年からは スペイン製コピーの輸入も始まったほか、その後は中国製のコピーも生産されるようになる。1892年に88小銃のライセンス生産品である関与88、式小銃の製造を専門に担当するため、開設された関与平交渉も、この時代には中国における最も重要な平交渉の一つとなっていた。中国製。 C96 の大部分はここで製造された。生産ピークは1926年から1928年頃で年間およそ4000兆程度が生産されていた。各種機関銃の生産を手掛けていた王子海軍交渉でも C96 が製造された。王子製のモデルは大きなハンマーリングと短いエクストラクタが特徴だった。三省の大兵工元兵ももともとは 小銃製造を担当していたが、1926年からは、ドイツ人技術顧問を迎えて、各種消火器の製造を手掛けるようになった。大元平行賞における、30モーゼルダン COC96 の月間生産数は500兆だったと言われるが、製造番号に基づく調査によれば、実際の総生産数は2000兆未満ともされている。また、1927年からは、 大元兵行渉でトンプソン・ m 1921のコピー生産が始まったため1928年にはこれと共に運用することを想定した 45ACP 弾仕様の C96 が17式の名称で生産されるようになった17式の総生産数は9000兆未満とされているモーゼル C96 で射撃訓練をする 日本人警察官の夫人たち中国戦線で大量の C96 を露飼した日本軍では1940年2月から合計 7.63mm のモデルに模式大型拳銃の正式名称を与えて純正式拳銃として採用しており1943年4月からは弾丸も模式大型拳銃実縫として国産された中国で大量に露飼され その多くが私物として日本に持ち込まれたため、戦後も一部の将校たちは隠徳し続けていたことも判明しており、ソビエト連邦の崩壊後に自主的に警察へ提出されたり、遺族が発見することが多いことでも知られている。設計の一部や弾丸の構造が日本の南部式児童拳銃などに影響を与えているが、外観形状や撃発機構は大きく異なっている。 モーゼル C96 には多数の派生型が存在するが、これらにモーゼル社が正式な形式名を付けなかった。そのため、現在目にする形式名は、後世のコレクターや研究者の便宜上の分類で、あったり、販売代理店の付けたものも多い。モーゼルミリタリーという通称も広く知られているが、実際には、軍用拳銃市場よりも、 民間重機市場で取り扱われることが多かった。C96 も民間重機市場向けの名称で、軍用としては M96 という名称が用いられた。また、単に C96 と呼んだ場合、1896年の初期型から1930年のユニバーサルセーフティを備えた後期型、さらには抗議にとればフルオート機能を持つ1932年製も、 含んでしまう。そのため、マイナーチェンジなどの細かい違いを考慮するために、M 発売年で語られることも多い。ルガー P08 ほどではないが、多種多様なバリエーションを持つ。モーゼル C96 レッド Q ストック付き中国で運用されていた M712 ストックを取り付けた17式を構える、国民革命軍の兵士 ABC ピストルセミオートマティック。 ジャーマンピストルマウザーモデル18967.63 mmsn 13915スプリングフィールドアーモリーミュージアム2018年2月27日閲覧 aba ルックバックアップザマウザー c96 アメリカンライフルマン2016年8月1日閲覧 abc チャイニーズブルームハンドルズ。A, B, C, アメリカン・ライフルマン、2016年8月2日、閲覧。知識7.9口径機関銃並みに、模式大型拳銃純,純正式制定の拳アジア、歴史資料センター F、C01001850200、ジャイアント、45ブルームハンドルフロムチャイナ。ガンワールド、2009年2月6日時点のオリジナルより、アーカイブ。2009年2月26日閲覧。 ありがとうございます。